イックの中でその「セービア・オブ・アクエリアス」の中でまあリスナーに一番伝えたいバースってどこかありますか <laughs> えっと一番伝えたいバースでもそれこそ悩んでる皆さんもう悩んでるもう市政の皆さんにやっぱ一番届けたいのだったら、まあ、7曲目の「ユーデモニクス」これ幸福論って意味なんですけど 幸福論っていうもうその僕の信じてる宗教からドストレートなタイトルに同じ幸福の科学を信じてて元ブルーハーツのベーシストだった川口さんを呼んでギター弾いていただくっていうまあとんでもないちょっと曲になってはいるんですけどそれですねその曲のバース一番聴いてもらいたいですそのそこの部分実演してもらってもいいですか 欲望は俺たちに力を与えてなどくれない。走った後の水はうまいけど他人は自由に動かせない。やや苦しみはきっかけでしかない。お涙ちょうだいは危ない。もらった幸せは弱い。生み出した幸せは強い。 足が届く池で溺れたふり、ただ怖いだけ行くこと好きに、不幸に酔ってて可愛いの自分。だから上がらない悩みの質。原因はいつも近くにある。お前のバケツには穴がある。環境じゃなくて自分が変わる。だけでも案外水は溜まる。 タスクの山切り崩す徐々に。増すことから取り戻す誇り。俺はやれる。無理は避ける。その上で日々の積み重ね。って言って、それでちょっと2バス目もいいですかうん。楽しくなくちゃ続かない 楽しくて癖になってたんだろ。奇妙な出来事の連なり。謎を解き少して燃えるヒント。宗教家は幹と枝はける。芸術家根っこに火をつける。このままじゃ俺はただのスレイブ。小さな画面より強制する大きなドラマじゃなくてもいい。果実を集めるバスケットに。 それこそが死にたい日々を黒字に変え幸福になる作戦を知るっていう。まあこれは、まあもちろん普通に世の中に生きてる人もそうですけど、なんかあまりにもストイックに生きることをだ、強要され大事にしすぎて、自分が楽しくこの日々を、日々成長していくこと、その自分が楽しいって思うことも悪なんじゃないかって思ってる、その同じ2世信者がいたら、いや、 楽しいから続くんじゃん楽しいことも大事でしょっていうまあそういうなんか2つの方向に伝えてる歌です。